マーク・トウェインが植えたというモンキーポットの木はエオヒヌはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島南部のカウチ区にある集落で国勢調査指定地域でもあり2010年国勢調査での住民数は213人であった。マーク・トウェインは1866年にこの集落を訪れてモンキーポットを植えたと伝えられている。この木は1957年にハリケーンで倒れたが そこから目が生いて今でも元気に大きく育っている。1888年に歴史的なカウハーハーを教会が建てられていたが、白ありに侵されていたので、1998年4月に取り壊された。1914年にウォンユエンの店が開店して、これがこの集落の唯一の店であったが、2018年4月に閉店した。 郵便番号は9万6772で、これはナーレフの郵便番号と一緒である。ワイオヒヌにはハワイ州道11号線が通っており、カイルアコナの南57マイル、ハワイ火山国立公園の南西32マイルである。ヘレオンバスも利用できる。この集落から全米50州西南端のサウスポイントへ行く道路が出ている。ありがとうございます。